明治安田 J1 リーグ第4節福岡 13FC 東京16日ベスト電気スタジアム22年11から12月のカタール W 杯以来のサプライズ日本代表復帰を果たした DF 長友佑斗が福岡戦で先制ゴールを決めた2010年5月15日の清水戦以来14年ぶり日数にして実に5054日ぶりの J1 での得点に 試合後のインタビューで14年ぶりですか。恥ずかしいですね、笑い。ただコンディションも良くて、ああいうところにもどんどんゴール前に入っていけたし、チャンスがあればというところで、うまくトラックとシュートがタイミングよくできたかな、と振り返った。ストライカー顔負けの強烈な一撃だった。前半28分、左サイドから U から23日本代表 DF 番組長んでかシフがグラウンダーのクロス。 右サイドバックの位置からペナルティーエリア内に侵入していた長友が足元でボールを収め、2タッチ目で豪快に右足を振り抜いた。相手ボールキーパーは一歩も動けず、ネットに突き刺さったボールを見送った。後輩選手たちにもみくちゃにされた37歳は、クラブのエンブレムが刻まれた胸を叩いてサポーターの大声援に応えた。後半にもバングーナガンカシフの得点をアシストするなど、 1>, 1ゴール1アシストでチームの今季初勝利に貢献。代表復帰前の試合で結果を残し、勝利というのは格別だと思いますし、特に得点とアシストもできましたし、勝利できたことで自信を持って、日本代表にまた臨んでいけると頷いた。なお長友の J1 でのゴールは通算6点目で、2010年5月15日の清水戦以来14年ぶり。 日数にして実に5054日ぶり。23年3月22年ぶりに国内復帰した C 大阪、香川の4684日ぶりの J1 最長ブランク団の記録を更新した。